どうもお疲れ様です。今日は9月26日でございます。ちょっとリファイトクラブのテーマでお話ししたいんですけども、昨日ねパーソナルトレーニングがありまして、それを最後にして、今度ね実際の試合に向かうわけですけども、まあ、私の場合はですね、エントリーする際に、まだ始めたばかりで、初心者でございますと、体重も重いけれどもただ中年太りなだけですと、相手がいましたらよろしくお願いしますということでね申し添えたんですけども、残念ながらね大会の運営っていうのはそんな一人一人の細かいパーソナリティをチェックして、まあなんていうのかな、適度な人を当てる、そういう人を探すっていうことにはまあなってないようでですね、まあ、とりあえず体重が合えばそれでカード組んじゃえっていうふうな、まあいささか売り上げを先行したところもあるし、まあね、試合個別個別がどういうふうに動くのかっていうことはあんまり考えてもらえないっていうところはあります。まあそれはもう覚悟していかなくちゃいけないのと、やっぱアマチュアの大会っていうくくりもありますんでね。ただやっぱり私が全体的に見てみると、アマチュアの大会も今はね、いや本当にね、強い人ばっかりが、出てるなっていうところがあります。で、アマチュアの大会の中でも、ちょっとね、こうレベルのもうちょっと柔らかいっていうんですか、そういうのもあるんですけども、それはあんまり知られてないんですよね。でも熱心に探すとあるし、あとはやっぱりそういったアマチュアの試合に選手をこうアテンドしている、まあ、ボクシングトレーナーの方とかね、格闘技、まあまあ、慣れた方。まあこういった方っていうのは、この人だったら知ってるんじゃないのみたいな感じで、やっぱりね、教えてくれたりするんじゃないかなと思うんですよ。で、そちらの方にもうちょっと私も意識を向けてね、地域のボクシングジムとかは、まあ、ないんですけども、ない中でも、まあ、よく探せば見つかると思うんですよね。で、そういったところの話をもうちょっと聞いた方がよかったな、っていうふうに今は反省してます。それから私の場合は、階級をこう分けた時に、85キロ以上ってことだったんで、その大会ね、こうエクストリームワンっていう試合に出るんですけども、その大会に第1回目、第2回目、今回は3回目なんですけども、1回目、2回目に出ていた85キロ以上の人がいるとしたらね、その人が高い確率で出てくるなってことは、やっぱりこう、読めたかなと思うんですよ。その上で、ああ、もしかしたら自分がエントリーしたらこの人が来る可能性があるなと思ったら、まあちょっと考えも改めないといけないなっていうところもあります。まあ、それから、そうですね、私がね、いくら出たいって自分で言っても、相手のいることなんでね、やっぱ相手の方が来てもしょうがないな、やってもしょうがなかったかなっていうふうになってもいけない。そのぐらいの実力差がやっぱりこう、出てくることが予想されるんで、まあね、それでもエントリーを決めたってことは、相手の方がね、そういうのも覚悟してのことだと思うんですよ。特に私なんかよりもそのアマチュアのキックボクシングの世界のことをよくご存知ですから、言ってみればスカを引くこともあるし、いい試合ができるような対戦相手に、出会ってですね、さらに意欲が湧いたみたいなこともあると思いますし、さまざまな中で、まあ当たるも八家でエントリーはされたんだろうなと思うんですよね。まあでもその中でこちらの方としてもどんな選手が来るのかってことは、これは予想できたかなって今だと思えるんですよね。確かに過去に出た人の中から、ああ、この人は出そうだなっていうふうに読めなくもなかったかなってところなんですよ。そう考えていくと、第4回、第5回の、試合でですね、私みたいな初心者で体重もただ重いだけって人が、あ、もしかしたら自分がエントリーしたら、この勇気外と当ててくれるかもなって、っていう風な期待でエントリーをする、そのモチベーションっていうのにもなるかもしれないし、まあ、それから私が出ることによってね、この選手の層が広がるっていうんですか、私は層の一部でも何でもないんですけども、ただやっぱり、あ、こういう風な今年始めた人もエクストリームワンの試合には出るし、ベテランでもう何年もやってる人も出れるし、っていう風に、その枠が広がることはあるかなと思うんですよね。だからといって、茶番みたいな選手がいっぱい出てもしょうがないんで、その上でだんだん洗練されていくとは思うんですけどもね。それから私の場合はそのトレーナーに任せたところが結構多かったんですけども、その前に自分で判断できることも確かにあったなっていうふうに思うんですよ。まあ、例えばね、今回私は、一回もシャドウもミットもしないままリングに上がるわけですけども、そんな口頭無形な話じゃないですか、どう考えても。だから少なくとも、実際に、試合に出る人っていうのはどのくらいのことができるのかなっていうのをやっぱ想定しておかなくちゃいけなかったかなと。例えば私はやっとこさ
リモートでシャドーボクシングが、もしくはオンラインスパーリングが2分2ラウンドできるくらいなんですよ、うん、でも実際に試合に出れる人って2分2ラウンドの試合だとしても、多分2分4ラウンドとか5ラウンドとかのシャドーボクシングは日々やってると思うんですよね。だったらスタミナ的にはそのぐらいは最低いるんで、私の場合はまだ全然試合に出れるようなスタミナではないっていうふうに、やっぱりね、冷たく判断しないといけないのかなと。ただ出たいという気持ちだけで出てしまえば、ひょっとしたらね、こう相手の方に不快な思いをさせたりとか、生半可なやつが出てきたなって思わせたりとか、それから、まあね、今回私トレーナーがボークについてくれてるんですけども、さすがにもう打つ手がないよみたいなことを思わせてもいけないですしね。ああお前このカード組まれてもうどうやっても勝てないから、そりゃ1秒でもリングの中にいることを考えなくちゃとかね、もう2ラウンド目はないと思って1ラウンドで、それも1ラウンドも2分が持つかどうか分かんないから、最初の1分で勝負かけていかないとねっていう風に正直なってんじゃないかなと思うと、その辺でもね、立てようのない作戦を立てさせないといけないっていう、まあ、責任は感じますね。ね、そういう風に私の場合は一つはね、私で判断できないところをその指導者たるボー君に判断してもらいたいなってところもあったんですけども、でも自分でわからないことはないだろうってことの方がね多くって、あ、自分でこれはエントリーをする前に、いや試合に出たいって言ったけども、いろいろ考えたら今出たらこの人が出てくる可能性あるんじゃないですかとかね、もしくはスタミナやっと2分2ラウンドができる程度で、普段試合に出ようとかいう人、もしくは試合に出てなくても練習生レベルの人でも、そんな2分2ラウンドのシャドーボクシングがやっとなわけない。もっともっと4ラウンド5ラウンドをやってるのに、それでも、ああ自分はまだまだだなと思って出てない人がいるってことを考えたら、いや私なんかとてもじゃないけど試合出ちゃダメだろうなとかね、うん、もしくは試合に出るんだったら私みたいな選手が試合に出ることを希望している、そこそこのところを探していくことが大事なんだろうなと思うんですよ、うん、とりあえず目についた試合だから適当に出てみるみたいなことをやるんじゃなくてね、うん、まあ、今そういうふうにいろいろ考えていますね。でもそういうふうに考えられるようになったのも、このカードが組まれて対戦相手が分かってどんな人なのかなっていうふうに興味を持っていろいろ、ああ今思えばこうだったああだった分かることあったんだっていうふうに振り返るんですよね。まあ私のいつものね、ビジネスとか投資を考える時の、とりあえず小さくやってみて、そこから考えを広げていくってことのトライアンドエラーのね、考え方と同じなんですけどね、うん、まあでもね、今回応援に来てくださる皆さんもいて、そのことばかりが顔に浮かびます。まあ私がね、ワンパンでボンって倒れてそのまま TKO になって、あーあってなっても、まあ別にそんなところに私に対する評価をどうこう持つ人はいないと思うんで、応援に来てくださる方に対してはね、自分で言うのもあれですけど、私に会えたというね、メリットをね、受け取っていただくしかないかなというところでございます。それからね、本当、ボー君、指導の方ずっとしていただきまして、ありがとうございます。きっとですね、私みたいな、人間が、ボー君が思いを込めて、毎週ね、指導することによって、ボー君のキックボクシングトレーナーとして、もしくは、一人の、選手としての、まあいろんなね、力量といいますか、思考力とか、なんか様々な器がすごく広がったんじゃないかなと思うんですよ。私自身もトレーニングを受けるたびに、ああ本当にこの一週間、俺のことを考えて、ここまでやってくれたんだな、少しでも私が、モチベーションを保てるように、いろんなところを引き出せるように、してくれたんだなっていうふうに、まあそういうふうなね、もう愛情を感じましたね、うん。で、その中で私が、まあ言ってはならないね、試合に出てみたいみたいなことは言ってはならなかったんだろうと思いますね、それはね。でもその思いを組んで、なんとかしようと思ってくれたことと、エクストリーム1のミドルキック高速チャレンジでね、やっぱりいい成績を1回2回と出してくれたことってのは、何よりも私がね、あ、やっぱりこれほどの人に教わってるんだなっていうふうな、ありがたみはありました。
で、実際に地域のねジムで練習日が実は昨日あったんですよ、地域のジムでね。でそれはなんか柔術みたいなことをやってるところで、でもキックボクシングもあるよみたいなとこだったんですよね。でまあもし遠巻きに見学でもできるならと思ったんで、夕食の後ね30分ぐらいでもどうかなと思って、まあ、行ってみたんですけども、キッズたちがねキックボクシングとか柔術やって、まあ中結構群れていたんですよ。で、練習生 の, 20代とか30代の方もねシャドーボクシングをやっていて、同じようなパンチフックをずっと繰り返してるんですよね。で3分やったら1分間ぐらい休憩みたいな感じのピピって音が鳴るのに合わせて、皆さんね自発的に動かれていて、で中にはスパーリングを開始される方とかマススパーされる方もいて、それぞれがああもう長い間練習をしてきたんだなっていうふうに思わせるような方ばっかりだったですね。で多分その中の誰とカードを組まれても私がかなうわけはないなとそういうふうに思ってね、それを見とけば私も試合に出てみたいんだっていうふうな気持ちはあるけども、エントリーに関しましてはもうちょっと慎重になったかなと、やっぱりねこれはねこれ見てる方はそんなの指導者が止めるべきだろう、ね、まだまだ実力ないんだから出ちゃダメだよっていうふうに言うべきだろうっていうふうに思う人もいるかもしれませんけども、だけども私がその意欲がね高いうちに試合に出ることによって学ぶことが多いと思ってくれたんで、今回のような形になったと思いますし、私が試合に出るんだったらセコンドはやるよっていうふうに真っ先に本当に言ってくれたところにね、私も、喜びを感じたんですよね、まあ、すごく。で場合によっては、まあ、広島に行って直接指導したいぐらいなんだっていうね、本当にそれは本当だと思うんですよ。で私の年齢もあるんですよね、これから何年こういうことができるか分かんないうちに一番若い時にやっぱりリング登っとかないとなっていうのもあったり、まあいろいろとの思いは尽きないんですけども、まあ今こうして最後のトレーニングを終わってですね、あとはもうやることもないし普段の暮らしもあるんでね、そればっかりもできないですしね、で対戦相手のことを思えば思うほど、まあいろいろとね忸怩たるものはあるんですけども、まあ、だけどもね人生はいろんなことがあるんで、そのうちの1ページがそこに待ってるなというところですかね、ちなみに昨日の練習の後夕方そういうふうに見学に行ったんですけども、結局ちょっとね体を動かすように勧められて、で、ミット打ちをね2ラウンドか3ラウンドをこうやったんですよ、で、パンチの出し方の指導もちょびっといただいたんですけども、まあ本当に指導はすぐ終わって、普通に練習生さんと同じようなシャドウが始まって、で大体初めての方っていうのは1ラウンドを持たないですぐにできなく体が動かなくなるんだけども、昨日はね終わるまでずっと私の方はまあ、ついてこれてたんで、そこはまあよく動けてるねとかね、やっぱなんか経験したんですかみたいなこと言われましたけど、いや私は全然ないんですということでねお答えさせていただいたというところで、あやってきた成果はあったなっていうふうに感じましたね、まあそんな感じで昨日は朝と夕方やってきたんで、まあ、はっきり言ってねその今でもねちょっと肺のあたりが痛いですね、呼吸に関しましてはここ十数年なかったようなこう呼吸をしましたんでね、だからだと思います、横隔膜がきっと筋肉痛になってるんですよ、まあそのぐらいいい汗かきました、ものすごい汗ぐっしょりでしたね、本当にすごい、車で帰ってきたんですけどもシートがもう水浸しになったような感じです、着替え持ってきゃよかったね、はい、じゃあ以上のような形で、リファイドクラブの全ての放送は終わりです。あとは試合があるだけ、それからあと試合の後にまたなんかね動画を再開すると思いますけども、試合の前の放送は以上ですね、多分以上になると思います、はい、じゃあ失礼します。